も立つぞ。まったく音沙汰なしってどういうことだよ。こりゃいよいよやられたってわけか。やっぱりあの中には化け物が潜んでるんだ。なんてことだ。こんなんじゃここら辺じゃ安心して暮らせねえぞ。やっぱり雇った連中は。ああ、やるしかねえな。皆さん。あ、セリアさん。あのですね、いろいろと考えたんですが、やはりあの工場に皆さんで向かっていただきたいなということに。そうですか、決断されたんですね。わかりました、皆さんにも伝えてきます。いただいた恩義を返す時ですね。いえいえ、そんな。ですがそのお言葉に甘えます。助かります、本当に。セリアさんには十分な謝礼も払えないのに、こんな危険な仕事を。いえ、修行の旅の中、宿と食事を与えていただいた皆さんに報いるためです。それに私は魔導騎士としての修行の身、これはまたとない機会です。必ずや真相をつかみ、ことを解決してまいります。ライラが戻らずに3日過ぎた頃、近隣住民たちは彼女の安否ではなく、ただ戻らないという事実を不安に思っていた。つまり工場の中で何かがあったことを示しているからだ。この不安はたちまち伝播し、旅の傭兵や腕自慢の者を集めて、にわかに自警団を組織した。その中に修行で王国を漂白している中、ここの住民に一宿一般の恩義を受けた魔導騎士セリア・メビウスの姿があった。ライラが帰らず5日が過ぎた頃、住民たちはついに自警団による廃工場の探索を決意し、一行を向かわせた。うちに来ないで。あなた、ほ？お席持っているかしら。早くエルザに会いたいんだ。手早く片付ける。
を捧げるなんてつまんない死に方はしたくないわ。
のもとに。やっぱり早く逃げ出しておけばよかった。